大規模な再開発が進む。渋谷駅前周辺は今年も大きな変化がありそうです。開発を手掛ける東急グループが会見を開き、再開発で最大規模となる商業施設を11月に開業すると発表しました。今年、大きな複合施設の開業を控える東急グループの会見ということで、会場には多くの報道陣が集まっています。 開発を手掛ける東急グループのきょうの会見には、多くのメディアが詰めかけ、渋谷再開発の注目度の高さがうかがえますそしてこの度、第1期東島の開業月を、今年の秋、11月に決定いたしました。こちら、スクランブルスクエアでは、現在、内装工事が行われています。 11月の開業が発表された渋谷スクランブルスクエア東棟は地上47階、地下7階建てで渋谷再開発の中でも最大の規模を誇りますその目玉は高さおよそ2 3 0ル、渋谷で一番高いところに作られる国内最大規模の展望施設渋谷スカイです 屋上を全面的に開放し、36。0度のパノラマビューが楽しめます。こちらが本日初公開いたします。屋上からご覧いただける実際の眺望です。今日初公開された屋上からの景色を映した画像からは雪化粧をした富士山や東京タワーが見える六本木方面の夜景、渋谷駅前のスクランブル交差点が一望できることが分かります。 また渋谷地区最大級のオフィスフロアにはサイバーエージェントやミクシーなど渋谷を拠点に発展した IT 企業が集結するとということですこちらが渋谷の桜ヶ丘口地区再開発の現場なんですがこのように着々と解体工事が進められています。 また今日は今年から解体工事が始まった渋谷駅の南側で解体工事が進む渋谷桜ヶ丘口地区の再開発の現場が報道陣に公開されました駅周辺の再開発の中でおよそ2.6ヘクタールと大規模な工事が進む桜ヶ丘口地区 現在はエリア内にあった雑居ビルや飲食店舗などの解体工事が行われています新たにオフィスやマンション商業施設に加え多言語で対応可能な国際医療施設と子育て支援施設などを備えた複合施設ができる予定です渋谷駅桜ヶ丘口地区は2023年度に全面開業する計画です 再開発が進む渋谷。その進化はまだまだ続きそうです。